アスル・エルドアンは、トルコの小説家、ジャーナリスト、人権活動家。2016年トルコクーデター未遂事件鎮圧後の、エルドアン政権による粛清で、テロを煽動したという理由により4ヶ月間以上、収監され、12月末に条件付きで釈放された後、ドイツに亡命。現在、フランクフルト在住。人権活動、表現の自由。 報道の自由のための戦いにより、ブルーノ・クライスキー人権賞、スウェーデンペンクラブのクルト・トゥホルスキー賞、女性の自由のためのシモーヌ・ド・ボーヴォワール賞など多くの賞を受賞した。アスル・エルドアンは、1967年3月8日、イスタンブールの中産階級の家庭に生まれた。母は、テッサロニキの知識人の家系の出で、経済学者、父はロシアにより、 オスマン帝国に追放された祖国を失った民族、チェルケス人の家系の出でエ,エンジニアであった。レジップ・タイープ・エルドアン大統領とは血縁関係はない。両親は二人とも熱心な左派の闘志で、家には曲左やリアリズム文学の著書がたくさんあったが、ロバート・カレッジに入学し、14歳の頃から文学作品、特にシェイクスピア、エウリピです。 カフカなどを読みふけった。すで二0歳の時に密かに小説を書いたが、祖母がこの作品を内緒で、コンクールに応募したことで注目を浴びたために逆に、傷つき、以後、20歳を過ぎるまでフィクションは書かなかったという。ボアズ一大学で物理学を専攻し、学業の傍ら、再び小説を書き始めた。 22歳の時の自殺未遂の経験に基づくもので、早くも受賞を果たしたが、公表はしなかった。物理学の研究を続けるために、トルコを離れ、ジュネーブの欧州原子核研究機構の研究員として、高エネルギー化電粒子の研究を行った。この間も、1日14時間仕事をしながら、深夜1時から朝5時まで小説を書いた。トルコに戻り、研究の傍ら、 さらに執筆に専念した。一方、レゲーバーで黒人街に暮らすアフリカ人青年に出会い、彼との付き合いを通して、トルコ人の人種差別や黒人と白人の付き合いに対する、憎悪的、攻撃的、部別的態度、不法移民に対する警察の暴力などの現実を知ることになった。エルドアンは強制収容所に入れられた157人のアフリカ人について、 記事を書き、人種差別を告発したが、このために亡命を余儀なくされ、ブラジルで物理学研究員としての仕事を得て、2年間、リオデジャネイロに滞在した。トルコに帰国し、研究活動を中断し、作家活動に専念した。同時にまた、ジャーナリストとして1996年創刊の、サハの日刊神、ラディカル。 ついで、オズギュルギュンデムガミにコラムを連載することになった。オズギュルギュンデムガミの読者は主に少数民族、クルド人である。エルドアンは、トルコの準軍事組織によるクルド人女性の強姦、アルメニア人虐殺、国家刑務所での拷問、政治犯のハンガーストライキなど、被害者の声を伝えるために、トルコでタブーとされるトピックを次々と取り上げた。特に、 これがお前の父親だと題する記事では、地連れで、クルド人少女が、肺と骨が入った5キロのビニール袋を渡され、これがお前の父親だと言われた話を記事にした。また、刑務所での拷問については、小説、石の建物を発表した。やがて、エルドアンは、こうした、活動のために脅迫を受け、警察の監視下に置かれるようになった。2000年、 国際ペンクラブの国中作家委員会のトルコ代表を務めた。2016年トルコクーデター未遂事件鎮圧後、エルドアン政権による大規模な粛清が行われ、エルドアン政権に批判的なジャーナリストや人権活動家が多数逮捕された。8月16日、オズギュルギュンデムがクルディスタン労働者等のプロパガンダを行ったという理由で、 イスタンブール第8治安省法廷によって一時的なものとして発行停止されエルドアンを含むオズギュルギュンデムガミの記者らが逮捕されたエルドアンは3日間の身柄拘束の後同紙に掲載した記事により国家の統一を破壊するテロの先導をしたという理由で収監されたこれはトルコでは終身刑に値する10月17日共和人民党議員団が 週刊中の新聞記者に面会するために法務省に行った申請に対する許可が下り、バクル拒否女性刑務所に週刊中のエルドアンらのジャーナリストに面会。アスルエルドアンの健康問題によって刑務所の条件では日々の生活に次第に支障を来していると明かし、エルドアンの健康問題が慢性化する危険性に直面していると警告した。十一月十三日。 釈放の決定が下されたと報道されたが、その日のうちに撤回され、エルドアンの健康状態が懸念された。12月29日、136日の週間後、エルドアンは条件付きで釈放され、裁判は2017年6月22日に行われることになったが、その後、何度か延期されている。その後、エルドアンはドイツに亡命し、現在、 フランクフルトに滞在している。帰国の可能性については、大抵の弁護士は無罪判決が下されるだろうというが、トルコでは何が起こるか予想がつかないという。英語、フランス語、ドイツ語、ノルウェー語など数カ国語に翻訳されている。ありがとうございます。